このままじゃいずれあの世行きかお縄でな。いい大人がそんな子供じみた場合。うちは下にも自信がありますよ。見たよ。悪い気をヒルで吸い出そうか。昨今の成績上達にもかかわらずこの度万平を呼びましょうか。どうしてそんなに重いの。耐えるか。桑原桑原、最近は怖いね。完全に駆逐するには民の力が必要だ。それ普通じゃない。あらあら、またおかしな人が。
Eski biraz paranız var mı? その死がどう？地獄に落とされた連中は誰なんだ？政治家たちよ。彼と敵対した。ダンテのペンは鋭いでしょ。ああ、なかなか気の利いた復讐だ。エッツよ、2、3週間後にアドリアノープルへ新型印刷機を見に行く予定なんだけれど。楽しそうだな。陸路で5日か6日はかかるから、護衛が必要なの。護衛？ごめんなさい、忙しいのよね。ソフィア、ぜひ一緒に行きたい。だが、時間に余裕がないんだ。それはみんな同じよ。ああ、この暗号で最後だけど、日没までに用事を片付けないとならないの。明日まで待てる？用事というと？つまらないことよ。花束が必要なの。それも白いチューリップの。お安い御用だ。任せておけ。本当に？ちょうどいい気分転換だ。そう。じゃあ、アヤソフィアの東にある公園で交換しましょう。花束と情報をね。暴走してるな。こんにちは。病気に怪我、何でも治しますよ。
運動神経ね。アサシン教団に関する情報を提供したも。ちょっと。お情けよ。何か理由があるはず。おやおや、お客さんですか。どんな花をご利用で。チューリップ、できれば白いのを。ああ、チューリップか。もう売り切れでしてね。他の花はいかがです。せっかくだが、そういう注文なんだ。仕方ないな。じゃあ最高のチューリップを手に入れていきますよ。ここで待っててください。1時間、いや2時間で戻りますから。そんなに待ってられんぞ。だってダメだ。子供に何も食べさせてないんです。そうか、お恵みを。子供が死んだらあんた人前か。番手を呼びましょうか。どうかおめ、まったく。1話で競売にかけられることになった。偉大なるスルタンはエディルネにおける天空城の失敗により、なんてことだ。カロン、俺はたまたま居合わせただけなんだ。
座って、ほら。とても素敵だわ。あなたの冒険に私を加えてくれたことへのお礼がしたかったの。いやいや、君が加わってくれたからこその冒険だ。いつもながら秘密めいた言い方。申し訳ない。そういうつもりでは。いいのよ。そこが魅力だもの。実にうまそうだ。あら、ありがとう。最後の暗号はどうだった？ああ、あれね。ええ、解読できたわよ。すぐに渡してあげる。
身じゃありえない。大胆不敵なやつだ。本当に悪気はなかったんだ。できるだけ大通りを使用すること。行儀がいいとは言えない。とても口では言い表せない。
踏んだおばちゃんにも見せてあげたいわ。こんばんは。仕事の機会はいつだってある。もうビザンツの連中に邪魔されることはなくなったし。縛り首にしてやるぞ。奴がいたぞ。
年齢を重ねても衰え知らず。闇で仕入れたばかり。品質は保証付きだ。嘘じゃないよ。あ、きつっ。誰でいるんだ。引き続きご利用のほど。さあ。黒ずんだらすぐに来るように。
じゃない。Thank you.
ここにある衣はどれも一級品、最高の機能。いらっしゃい。当店の品はどれも値が高い分、品質は格別ですよ。おい、一体何だって言うんだ。よくあんなに動けるな。いや、大したやったよ。バンペイを呼びましょうか。またね。逃げられないぞ。かわしてくれた感じ。急げ、早く逃げるんだ。まだ死にたくないよ。出るのは嫌だ。
なんか飲もうぜ。本当に悪気はなかったんだ。大道芸人かよ。狂ってる。全員だ。最近どう？あの年で、わお。便利な飾り物もたくさん。自分では必要なものは分かりませんよ。これで全て完了です。ここにある聖典が紹介する啓示の数々。踏んだおばちゃんにも見せてあげたいわ。バカね、痛い目に遭うの。何を。おい待て、少し時間をくれ。はあ、悪くないぞ。最新式の治療を提供しております。
ぐあんなに動けるな。大した運動神経ね。泥棒よ。こりゃお見事。どこかで会ったっけ。待て、そんなことは。本物の素晴らしさに誰が抗えましょう。応援してるであった。彼に捕まるのは目に見えない。あんたがしてくれたこと決して忘れない。礼を言うよ。なんてこと、どうかしてるんじゃないのか。どこかで見たか。何してるの。危ないんじゃない。まあ毎日じゃないっす。you
大したもんだ。バンペイに見つからないようにな。私you
かお恵みを。どうかお恵みを。何なんだ。あっされた。商人のマヌエル・パレオロースが貿易協議会長から面会を求められている。
やめておこう。価格は尋常じゃないのに品質が…観念しろ、逃がすもんか。走れ、逃げるんだ。やってられない。どう、どう、どう、下がれ。もういい、死ね。またやれ。なん、もっと苦しみたいか。立て、もっと早く。
最新の装備を持つ彼らは100歩離れたハエでも撃ち落とせる。Yeah.
成功。お祈りしております。正気の沙汰とは思えない。ふざけてるつもりなの？こんな蛮行に言い訳の余地はない。いい大人がそんな子供じみた真似して。何
で死にゃ。彼には詐欺および横領の容疑がかけられる。暴走してるな。関わらないのが一番ね。なかなか斬新な移動方法。大したもんだ。バンペンに見つからないようにな。なかなか斬新な移動方法だな。大丈夫？したもんだ。バンペンに見つからないようにな。
晴らしい。ほれ、この町の医者の腕は。見つけた。おえおえ、死にたい。よかろう。見せてあげたいわ。どうしてこんなひどいことを。俺が何をしたってんだよ。こんな蛮行に言い訳の余地はないわ。こんなところに上がるんじゃない。最近どう。バカね、痛い目に遭うの。この辛い痛みを和らげて死んぜよ。
まっ、無関係な、早くモスケ、早くモスケ、やめろ、何もしていないのに。大義の犠牲者ね。いつまでこんなことが続くの。当店のお客様がこんな格好ではいけあれは自殺行為よ。どういうつもりなの。
ないでも。それでハウスも応援しよう。スルタンの不在により万兵を呼びましょうか。ではまたいつでもどうぞ。
おい、なんて態度だ。野蛮人じゃないんだろうが。そんな子供じみた真似してない。気をつけ。Hick!
お願いですからどうかお見逃ありがとう。
ただけなんだ。行け行け。不敵なやつだ。じゃあまた明日。なんて技、あの年でよくあんなに動けるな。こんな凄腕がいたなんて。オスマン軍の指揮は軍楽隊の勇壮なる調べなしでは著しく低下してしまうのだ。あっ、
乾燥果物や塩漬けくるみも絶品。おい、行儀よくしろよ。やつは何を言ってる。私が何かしまった。お情けよ、私は哀れだと思って。じきに馬が力逃げ切れると思うなよ。奴がいたぞ。
えてろよ。急げ、見失うぞ。奴がいた、追え。昔ながらの治療法から最新のものまで、ハミッドは、ここに。でも怪我でも何でも治しますよ。
きっとうまくいき。すごい危険だ。何してるの？危ないんじゃない？ハハハハハ。